わゆる42番札所の仏目寺に行きます。うわーギリギリだ本当にハイエースのワイドがもううわギリギリだ、すごいな。はい、ついていきます。よし、オッケー。駐車場がちょうどお寺の横にありますので、簡単に来れますね。はい、じゃが仏目寺の仁王門ですね。かなり立派ですよね。なんか入ります。怖い。こちらが本堂ですかね。はい、そうですね。本堂行きます。聖徳太子堂。大使堂です。
せっかく海に来たので海鮮丼行きますか。入ってみよう。お決まりになりましたらボタンの方お願いします。はい、わかりました。中ほどにあったかお茶もございますので、はい、ご利用ください。やっぱり海鮮丼だな。はい、はい、海鮮丼来ました。結構1、2、3、4、5、6種類の具材がありますね。1,950円でしたね、うん、あれだけ入って950円お値打ちです。引き続きこの辺のとこ続いていきます。駐車場に到着しました。Google マップで見るとちょっと駐車場が分かりにくかったんですけど、うん、こうやって看板があったので良かったです。この、はい、はい、久しぶりの階段ですね。はい。階段上がりました。よいしょ、まずは定番の鐘つきですね。撮影は禁止でしたので今度はこれにて。お、大指導がこちらですかね。
ちらにはどうやって行くんですかね。行き方がわからない。こちらは違うお寺ですね。うん、こうなってるんで違いますね。はい、お参り済ませましたので入りたいと思います。これは紅葉しているんですかね。ちょっと葉が赤くなり始めてます。うん、もう少し後に来ると一帯が赤く染まって綺麗なんですよね。はい、第43番札所の明石寺のお参りが終わりました。今日はですね、もうこれでお昼過ぎ、まだ1時なんですけれど、もう今日はこれでおしまいです。で、この後、佐田岬灯台ですかね、あちらの方まで観光に行きたいと思います。ちょっと時間も2時間弱かかりますので、のんびり休憩をしながら行きます。あ、なにあれ、畑にマンモスが現れましたね。でも作りは綺麗ですね。これは畑再開すると一回壊したりするんですかね。でまた藁ができるとまた作り上げたりとか、そういう風にしてるんですかね。うん、面白かったです。はい、到着しました。佐田岬駐車場です。結構寒いな。現在地、灯台まで結構ありそうだな。はい、早速岬の方に入っていきます。コンクリートで舗装してあるので歩きやすいですね。はあ、うん、綺麗。はい、現在地がまだまだ先ですか。展望台ですか。灯台こちら、どっちからも行けるんだ。さらに灯台は先。よいしょ。灯台に到着しました。最後の階段を上がっていきましょう。
佐田岬灯台ですね。はあ、やりました。四国最西端。はあ、もう向こうは大分県なんですね。いやあれ？あそこにまだ何かあるぞ。そんな道あったっけ？これかな？よし。三ヶ子島展望所というとこですか。ああ、やっぱりそうなんだ。三ヶ子島案内所ですね。やりました。三ヶ子島の展望台です。いや、はい、この場所を余韻に浸りたいところなんですけども、4時を過ぎてしまいましたので、帰りの時間とか考えると暗くなっちゃうと、あそこイノシシが出るって書いてあったんで、早めに下山じゃないですけど駐車場に戻ります。めったに来れる場所ではないので、とりあえず観光できるところは回りたいと思います。お、あるんですね。もしかしてまだ歩かないといけないとか、それはないか。ああ、ここが展望台。いやー、ちょっとこんな感じで先ほどのモニュメントがあります。はい、では急いで帰ります。さて、続々と夕日を見に来てますね。もう帰りのこの道が暗くなるのが怖いので帰ります。